はい、明日は交流会のコーナーです。24日今夜はアメリ、えーと、ドイツの IFO 景況感想も出てるな。アメリカ4月の住宅価格指数が22日発表になります。そして、25日、明日、4月の全産業活動指数が13時半発表。そして海外、中国お休みですので、ちょっとね、動きづらいというか、方向感のない展開にまたなりそうな感じですね。今週いっぱいかと思われます。そしてアメリカ1、3月の GDP 確保値と、5月の耐久財受注が21時半に発表です。アメリカ決算発表、ナイキとアクセンチュア出てまいります。国内はニトリ、一番屋、スカパー、JSAT、出前館、ジャステック、スバル工業ということで、まあ注目どころ、まあいっぱいあるんですよ。で、出前館がちょっともう急騰しちゃってるんでですね、決算先回り買いでここ3日間めちゃくちゃ上がってるんで、ちょっと追っかけにくくなっちゃったんですよね。それが悲しい。まあでもきっといい数字はいい数字なんでしょうね。くわぁ。先週、やっぱりさ、もう1週間前に行かないとダメなのかなっていうね、そんな感じですよね。さすがにここから追っかけられないなっていう。出前か。まあ、行ける方はどうぞって感じですよ。一番屋、ココイチ。一番屋も、ね、ファストフード全体ね、ここはもともとテイクアウトもやってるから、結構いいんじゃないかなっていう感じもしますけど。一番屋、そしてスカパー JSAT。ちょっと前に業績予想情報修正出してるんで、まあ、特に多分無風で通過すると思います。ここは。そう言いながら私はちょっと前に仕込んで、じわじわ上がってきてってよかったなっていう感じですね。特に何も起こらないんじゃないかなと思うんですけど。あ、まあ、でも本決算だから、まあ一応今期の見通し、ね、うんぬんがあるんですけど、まあ多分今期の見通しも出さないと思うので、あんまり無風で通過しそう。そんな気がします。で、あと、そんなもんか、あるな。ちょっと気になるのはジャステックとか、まあ高値圏なんですけどね、こっちもね、ジャステックご興味ある。まあ情報通信分野はやっぱりね好調ですからねっていうところと、あとはニトリはまあ高値、今日もまた高値付近ですけど、っていう感じかな。まあちょっと私は買わないですけどね。まあ注目ではあります。買わないですけど。はい。ということで、明日の注目銘柄、推奨銘柄でした。では、明日の個別材料を見ていきたいと思います。そんなにないな。ずいぶん減ってきました。ODK。サブスク型サービス提供事業者を支援する POTOS。というサービスの提供を開始したという発表がありました。続いてマクロミル、韓国子会社の M ブレインが韓国のコスダック市場に7月1日に上場するという発表がありました。これちょっと面白そう。サンバイオ、久々にサンバイオ、再生細胞薬 SB623 が希少疾病用再生医療等製品に指定されたという発表がありました。まあなんかそれで動くのかって言われると、ね、富士通ゼネラル、21年3月期の業績予想が発表になりました。営業利益の総160億円、前期比 7% 増となる見通しだそうです。空調やっぱりそれなりに好調なのかなと思いますけどね。オリンパス、映像事業、デジタルカメラの事業ね、を日本産業パートナーズのファンドに売却するという発表がありました。オリンパス使いのカメラマンの友達の知り合いとかいたんで、おお、そうかって感じです。ちょっとね、悲しい。やっぱりデジカメ市場本当に厳しいんですよね今ね。なんとか頑張ってほしいな。福山通運、自社株が発表してます。発行済み株式数の 2.03%、 100万株を上限とした自社株買いだそうです。決算の情報です。まあ、山屋ちょっと明日厳しいです。すいません。私も山屋明日やられると思いますんで、まあどっかで話しちゃうかな。なんかあんまりいい数字じゃなかったんで、ちょっとがっかりですね。壺八が厳しいとか書いてありました。
HIS はまあ事前の予想値が出てたんで、まあ、その通りだったんで、そこ通過しちゃえばしっかりしてくるんじゃないかなっていう気がします。HIS、もし、なんかいけそうだったら、寄りとかで買っておくと、後場とか、まあ、数日でスイングトレードできるかもしれないですね。山屋はちょっと厳しそうでした。すいません。はい、そんな感じです。では、マーケットの方見ていきましょう。ちょっと私は明日山屋、速攻で売る可能性が高い。なんか持っててそんなにいい形になるような気がしないですね、正直ね。ヨーロッパ時間なんですけど、今ね。17時36分、夕方。ヨーロッパ全体軟調ですね。イギリス 1.86% 下落、ドイツ 1.94% 下落、フランス 1.58% の下落です。ドイツのあの例の何でしたっけ、会社名忘れちゃった。なんだっけな。すげえ話題に。なってますよね。なんて言うんでしたっけ。なんか会社名忘れちゃった。ワイヤーカードか。がめちゃんこ下がってるので、ダックス指数の構成銘柄、ダックス指数って多分30銘柄、ダウと同じような感じで30銘柄しか採用銘柄ないと思うので、そのうちの1個が 80% とか下がったら、そりゃきついぜって話なんですよ。ね、ここ3日で 90% 以上下落。なんかその現金が19億ユーロ2000億円ぐらいなんかどっかに消えたっていう話らしいんですね。超怖い。何事って感じですよね。何があったらそんなことになるんだっていう。なんかフィナンシャルタイムズとかがなんか前からねそういう危険性みたいなことを報じていたらしいんで、ほら見たことかみたいな書きっぷりでしたけど、うん、そういうのあるんですね、本当にね。というで、ドル円106円55銭今ね。でニューヨークダウ先物今25,772ドルということですので、まあやっぱ400ドルぐらい安いんですね、現物割りだからね。日経平均先物も22,300円ということで、日曜日だから160円ほど安い展開になっております。ちょっと厳しそう。大丈夫かな。何の懸念なんだか分かんないですけどね。急に何時かな、4時半か5時かなからあたりで急落したんですよね、先物とか。4時半過ぎぐらいから急落。何かがあったんでしょうね。ちょっと情報掴んでないですが。ということで、まあ、まだ、ちょっと全然楽観視できるような状況じゃないし、いつ、第2波がみたいなところの懸念でね、売られちゃうかわからないので、皆さんもちょっと注意しながら、取り組んでいただくとよろしいかなと思います。ちょっと私もなんか、銘柄、選別がなんか難しくなってきたなっていう感じなので、ちょっと一発でポンとこう上がる銘柄をなんか発掘しにくくなってきたんで、なんかじわじわ上がるような銘柄をちょっとずつ仕込んでいくような感じに持っていけたらなと思ってます。はい、という感じで、来週に向けて、まあ、7月夏枯れとかそんな時期になってきますんでね、なかなかあの材料探すのも大変ですけれども、まあ、個人投資家とかそういうところが飛びつきやすい材料をね、またいろいろ考えていきたいなというふうに思います。まあ明日もまた配信、日中配信するかもしれませんし、まあ多分すると思います。で、時間があれば夜中とかね、いきなりゲリラ配信するかもしれないので、もしお時間合えばまた、ご覧いただければなというふうに思います。もうちょっと早い時間がいいですね。10時とかにできればいいかな。なんか理想はもう本当にこの YouTube での収入がある程度こうね
安定的に収入が入るようになって、配信部屋とか借りたい。ちょっとそうじゃないとなかなかね、環境的に難しかったりするので、なんかそういう部屋を借りてやりたいですね。というのはちょっと理想の一つではありますが、はい、ということで、今週あと2日頑張っていきましょう。明日あたりからね、また雨とか降ってきそうな感じなので、でもしよろしければ高評価チャンネル登録と、よろしくお願いします。以上、静かですけど明日はこれを変えでした。